フィリップ・オーギュスト・ジャン・ロンは、フランスの画家、版画家、文筆家である。フランス第二共和制の時代に、国立美術館の館長などを務め、美術界の復興に貢献した。パイコールドカレー県のブローニュシュルメールに生まれた。父親は、軍人で、1809年オーストリア戦役のワルヘレン島をめぐる戦いで捕虜となり、1814年に釈放された後、パリに住んだ。 1928年からコレージブルボンで学び多くの共和主義者と知り合った。絵画をグザビエシガロンに学び、アカデミー・シュイスでも学んだ。理の兄に紹介されて、革命家のフィリップ・オブ・オナローティや政治家のユリストレララの共和主義者のサークルのメンバーとなった。1830年に7月革命でブルボン朝の復興生が倒れ、ルイ・フィリップが国王になると、 功績のあった人々に送られた十字章を受訓した。1848年にフランス第二共和制が始まると暫定政府によって国立美術館総局長に任じられ美術館、美術品を修復し展示品の再編を行った。シュイルリー宮殿で無審査の会が彫刻の展覧会を開いた。1949年に内務大臣のルドリロランが失脚すると 芸術省庁官のシャルルブランや建築家のフェリックス・ディバンらと意見が対立していたので、国立美術館の仕事を解任され、公認にはエミリアンド・ニューエル・ケルクが就任した。画家、著述家としての生活に戻り、1863年になって亡くなったエミール・ルーボンの公認として、マルセイユの美術学校の校長になった。ジョルジョ・バザーリの画家、彫刻家、 建築家列伝のレオポール・ル・クランシェによる10巻のフランス語訳の一部をジャンロンは監修し、画家の肖像の差し絵121点を制作した。新聞や雑誌に美術評論を発表した。ありがとうございます。